はい、どうも皆さんこんにちは、こんばんは、ぜんざいです。ミスタープレッパーの続きをプレイしていきたいと思います。前回はですね、ポストマンさんが3日間、いなくて、あとエージェントも来たんですけども、そのエージェント対策ですねのために、この上のこの棚の中にあるアイテムを、地下に移動させた感じですね。で、こう、ベッドとかソファーとか、冷凍庫とかもこう作って、だいぶこう、地下がですね、充実してきたかなっていう感じですね。で、今回はこの、ガラナですね。ガラナが今、もうすぐ99個溜まるんで、溜まったらジェニーさんのところに、持ってってみようかなと思います。で、あとはトラップチェックをして、時間に余裕があれば、鉱山、か城のところですかね。まずご飯を食べて、今95個、これ残り、森で集めてもいいかもしれないですね。じゃあ95個持って、餌、餌の注文、もうお金ないか。紙くずで、木材売って金属欲しいんですよね。なんでこの辺、注文、ではまずガラナ、トラップチェックですかね。でですね、教えてもらって、これいつも僕戦闘中に攻撃しようとしてここを押してこの画面になっちゃうんですよね。それここで消せるっていうのを教えてもらって、戦闘の時これやった方がいいですね。肉ばっかりか。で、ここから、ガラナも取りながら、
これで今97。98。99。じゃあ一回出て、ジェニーさん。バターカップ。カップさん、私が必要としているものは、ガラナ99個を渡す。本当にありがとう、助かるわ。それでいつ頃調合薬をもらえますか。ああ、それなんだけどね、ちょっとした問題があって、まだちょっとあなたに渡すことを許可されていない。ごめんなさい、私が決められるかなことじゃなくて、許可されていない、どういう意味だ。そして誰が許可していない。ボブに話せ。あ、ボブに許可されていないってことなのかな。失礼な態度を取らないでちょうだい、お若い方。ボブはこれには関係ない。私の友人たちは本当に、この調合薬を必要としているの。そしてまだ確信が持てていないの。本当にあなたを信用していいのか。信用していいのか。ミニッツマンかな。でもきっとあなたは十分な信頼を得るわ。すぐに。時が来たら、私の友達の一人があなたをここに来させるわ。ごめんなさいね、バターカップさん。とりあえず誰かの許可がないと、ジェニーから薬をもらう方法を考える。ボブにお願い事。もう一人のボブ。鉱山の二本足の。そうそう、ボブのメガネ。読書用にメガネが必要。それで、ボブのメガネをもらうことはできないかと思って。役に立ちたいと思って。って感じるわ、親切な植物だから。だけどまだ必要なんじゃないかしら。あ、メガネついてる、これ。主にボブはもう使わなくてもいいのでは。よく育ってるし、日に日に緑も増している。視力ももうバッチリなはずだ。メガネついてますね、鉢植えに。サングラスみたいなのが。確かにそうね、ボブはメガネがなくてもきっと大丈夫。それにイメチェンしてもいいかもね。持ってってもいいわよ。やった。これは前も聞きましたね。薬をもらう方法はまだか。
じゃあ一回家に帰って。あ、鹿の角取れてたんだ。やばい、もう、あっ、まだか、まだか、5個。残り2本。17時、ちょっとボブのところに行って、あー失敗、ちょっと待って、ちょっと燃料持って来て、金属、今日無理かな。3個ぐらい。で、ボブに。俺のメガネを持っているようには見えないが、手に入れたのか。ボブのメガネ。よく似てる？よく似てる？似合う？いや、子役じゃないんだ。誰に？ああ、気にしないでよく見える。
フレッパー？そうだな、あんたなら教えてもいいだろう。ただ秘密にしておいてくれ。なんだ、ついてきな、見せたいもんがある。本や漫画がずっと好きでね、好きすぎて困ったんだが、結局のところ、新政府が、なんとか法を始めるってなった時、本当にやるなんて思っていなかった、まあ、取り上げられたのかな。ああ、そうですね、エージェントがやってきて俺の本を全部持ってっちまった、その日までは、全部が破壊的というわけではないと奴らは言ったが、でも結局全部持ってかれた、全部だ。南北戦争時代のパンフレット、コミックの、リトルにも、ジェールベルなんとか、そして俺の仕事も、知っての通り教師だった、しかし破壊的なものを所有することは、若者に悪影響を及ぼす、では、何はうまく作用しないようだ。君は常習犯？確かに昔に比べりゃ今じゃ、集めるのはかなり難しいが、想像や好奇心をかきたてるようなものかな。ヨーロッパのコミックを、どこからか手に入れてるのは聞かないでくれ。どこから手に入れているのかは聞かないでくれ。よかったら見てってくれ。うむ。なあプレッパー、行っちまう前にもう一つ。鉱山での探索を続けるならとにかく気をつけてくれ。それからどんな状況になっても鉱山のレベル、なんだろう、まあ、最下層かなには行かないでくれ。桁違いに危険だから。俺自身も行ったことがない。でもなぜ？政府が鉱山を、放置かな？する前。ここでは技術実験が行われていてな。技術実験。実は水素ベースの、採掘弾薬を使用していた。それでどうなったんだ。あまりうまくはいかなかったが、仮想には水素の入ったコンテナがたくさん残っている。水素、だからどうかそこには行かないでくれ。自分を鉱山丸ごとと、一緒に吹き飛ばしてしまうリスクがある。かなり面白そうだって言ってるけど、でも必要なんじゃないかな、そのロケット。水素貯蔵庫を見てみる。レベル、あ、ここかな。じゃあ行っちゃいけないのは、
レベル2に俺設置してないな。22時。柄の乾燥させる。よし、寝ましょう。取り出して、あと塩。ちょっと待って、こっから無駄な時間を、ここじゃない、あれ、あ、ここだ、ゴールドと、狼の皮、新聞頼む、ダム、ポストマン。ちょっと待って、3週連続、頼むよ、
オイル、燃料。作る。先にトラップチェックですかね。お肉ばっかり。象牙。で、次は鉱山。あ、違う。レベル4ですね。ここからオイルを取ることができる。燃料に変えることができるかもしれない。なるほど。あ、これだ。
じゃああれを作らないとダメなんだ。この生成装置に入れて燃料に変えられる。じゃあここに、ここは5個。よし。2番の準備。そしてこれを消す。ちょっと数多いな。鉱山の通行証。すぎる。うん、じゃあ一旦帰りましょう。ちょっと城の場所によって
ラジオ放送の、なんだろう、噂について聞いたことあるか。ほら、南方からの。南方ってメキシコ。その名は長いこと口にしたことない、ないね。なるほど。当局のプロパガンダが、血まで染み込んでんだろうな。うん。メキシコから、ラジオ電波を拾うことはできるが、聞き取るには弱すぎる。俺のラジオでも試してみたんだが、何かは受信するが一言もわからねえ。でもこれは確かだ。何かのメッセージが繰り返されてる。繰り返されてるかな。通常のラジオ局からじゃねえ。他国からの発信。車でシグナル受信を試してみては。うん、どこかここより南の砂漠とかで。うん、それを考えてたんだよ、プレッパー。問題は車のラジオが壊れてるってことだ。適切な電子部品があれば修理はできる。うん、この場所にある電子部品は全て使っちまってね。他のプロジェクトに。何のプロジェクトだ。電子部品を入手してくれねえか。そしたらいいラジオを車につけられる。電子部品か。今度電子部品を何個だ。今4つあるけど足りない。待って、チュパカブラ。ああ、これが同じですね。カーペットも欲しいですね。ジェニーの。オイルを、とりあえずこれにしまって、その金属がない。
はいはいはい。では今回はこの辺で終了にしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。